いつも小林消防設備の動画をご視聴していただきありがとうございます。福岡県宗像市の小林消防設備の小林です。今日は、非常警報設備を使ってですね、その起動方法および、復旧方法についてご説明していきます。通常ですね、非常警報設備は AC100V 線を取ってっていう形になってるんですけれども、一応ですね、今 AC100V 線は、繋がずに中に予備電池っていう電池が入ってますので、その電池起動でですね、作動と復旧についてご説明していくんですけれども、通常予備電池はですね、AC100V を受けている時には、常時ですね、待機、まあ、充電状態にあるんですけれども、火災等があってですね、AC100V、常用電源が失われた時に、放電に切り替わってですね、ある一定時間、この非常警報設備が作動するのを保証するんですけど、これは非常警報設備のですね、複合装置で、起動させるこの発信のボタンとですね、音響装置と、こういった表示灯と中に電池とがついた、タイプでですね、まあ、単体起動、まあ自家砲と違ってですね、自動的にではないんですけれども、この発信機を押すことでですね、手動で火災信号を送るんですけれども、単体起動だけじゃなくって、連動端子にどんどんつないでいけば、一つの非常警報を押すと、複数のですね、非常警報の音響を鳴動させることも可能です。ただですね、ちょっと見ていくんですけれども、ここですね、電池試験ボタンっていうのがあって、中の予備電池がいいかどうかはこのボタンを押せばわかるんですけど、押して、電池確認がですね、赤く点灯すると、正常なんですけど、もしこれが点灯しないと異常なんですけどね、ちょっと押してみましょう。今赤く点灯してるんで正常っていうことですね。それで、実際にボタンを押して、起動させるんですけど、ボタンを押すとですね、音響が鳴動して、こちらの表示灯が点滅、フリッカーしますんで、そこも確認してみてください。で、最後復旧かけるときはですね、ここに、まあ、下、ここをですね、下に下げれば、押されているのが戻って、復旧がかかるという形になります。そしたらですね、実際に、音を鳴らしてみましょう。非常警報設備は、手動でですね、押したときに、起動がかかってですね、音響を、鳴動させて、避難を促すというですね、そういった警報設備になります。簡単でしたが今日は、非常警報設備、まあ、複合装置ですけど、これのですね、起動方法および、復旧方法についてご説明いたしました。